産経新聞論説委員阿部瑠衣さんですはい、よろしくお願いします自民党前衆議院議員中尾隆さんですよろしくお願いしますえ、そしてジャーナリスト佐波優子さんです、はい、よろしくお願いします司会進行は私東海大学山田芳彦が進めさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますセクシー石破高市早苗総裁の座は誰の手に 美中興梠河野太郎出馬したけど勝ち目あんの総裁選の陰でどうなる自民空白区とんずらパワハラ男兵庫の斎藤四面楚歌選挙大惨敗万博 IR 維新の会万事休すということでまた今回も面白いサムネ。 作っていただきましたたくさんのテーマでお送りいたします、はい、この中で最も頭にきた今週のニュースはということでまずは中国軍機が領空侵犯そして NHK の不適切発言問題また美中軍団日中議連訪中 また河野太郎総裁選にノコノコ出馬ということで1234にない場合はちょっとに書き込んでください一般公開ライブのエンディングで結果を発表いたしますはい全部腹立って頭にくることばかりですが <laughs> そうですよ、ね、あの一つ選んでいただけたらと思います本当に腹立つことばかりですね、はい、ぜひ選ぶの大変かもしれませんがぜひ一個だけお願いいたします、はい では、はい、ニュースに入っていきましょう。えー、まずこちらです。産経新聞と FNN が実施した合同世論調査で、自民党総裁選の候補として名前が挙がる議員12人のうち、誰が次期総裁にふさわしいかを尋ねました。 小泉進次郎さんが2 2 4二位が石破茂さん21.6%高市早苗さん10.8%河野太郎さん7.7他に上川さん4.2小林さん3.6など続きました。 また岸田首相の退陣の判断については85%が妥当だったと回答していますそして自民党の支持率は33%前回と比べて7.9ポイント増となっています畔蒜さんが先ほどおっしゃっていただいたかなり、ね。 いい方向に、ね、そうですね約8、はい、約8ポイントですね。で,ねでこれさらにもっと論戦が始まるとね、うん、さらに注目度は増すでしょうからね。まあ自民党にとっていい方向、まあ野党にとっては当然厳しい方向ということなんですが、えその中でここで小泉進次郎さんがトップに出たというのはこの心はどこにあるんですか。やっぱり小泉さんはまあ知名度が圧倒的に高いですね。お父様も人気のある総理でしたし。 だ小泉さん自身が本当に海のものとも山のものともまだ分からない部分はあるんですが国民って具体的な政策要因をなんとなく未知数なものに惹されるところもありますのでね、まあ、ただ実際これ論戦始まってみて馬脚、えー、が現れるようだと下がっていくあるいは意外とやるなと思われると、まあ、こ,このまま有利になるということでしょうね。さ、はい、さんんやはりあの有権者の皆さんから見た あの総裁選と自民党の内部から見た総裁選って景色は全然違うと思います自民党による自民党の選挙とは言いながらも一般世論を、まあ、やはり、えー、もええ影響を受けるということもまた一方じゃ事実だと思うしなんかねやっぱりこういうあの世論調査になるとちょっと誤解を恐れずに言うと有名な人が必ずしも仕事ができるわけでもないし。はい 全然知名度がなくったってだからその知名度とその要は仕事できるできないの部分のこのちょっとの,、まあ、あの見せ方、はい、あのさじ加減バランスっていうのはあの我々政治の側がねあの考えていかなきゃいけないことなのであのまあ支持率を重要視しつつ、うん、やっぱり本当に。 この人にこそはもっと、えー、高いポジションで、まあ、いい意味での権限のあるところで働いてもらいたいというふうに押し上げていくのはやはり自民党の中の組織の重要な問題だと思いますねあのその点ね重要で私あの以前その、まあ、自民党野党時代の総裁だった谷,谷垣貞一さんに、えー、総裁選後にインタビューしたことがありまして。はい その際にやっぱり自分が総裁でももあるかにもかかだったにもかかわらず総裁選に出れなくなったことに関してやっぱりリーダーというものは自分を演出する気持ちがもっとないといけなかったとっいう反省を述べられたんですよねこれはだから今長尾さんおっしゃったように地味だけで仕事ができる人がでもしかしリーダーを目指すのであればやっぱり演出も考えなきゃいけない、うん、そういうことだと思いますね 2>, 2位が石破茂さん <laughs> え元幹事、えー、長ですね3位が、えー 高市早苗さん、えー、経済安全保障担当大臣と。まあ、これやはり注目すべきは、まあ、最近高市さん三位の常連なったん。ですね以前は、あの、河野さんの定石だったんですけど。まあ、これをもう奪っているという、これは新たなトレンドですよね。うんうん、まあ、確かにです、ね、その河野さんという名前がだ、河野さんがだいぶ <laughs>、えー。下がりつつあると。上川さんも、まあ、上がるような、上がらないような。 まあ女性として期待はされているんでしょうけれど、たまたま私あの指導におりましたので、静岡はとりあえず上岡さんで行くということで、あのもう県内の国会議員もお二人はもう、えー、あの推薦に入るということをもう公言しておりますので。えー そういうい意味で二重に集まるんじゃないかあでもこれも不思議な話でですね出身権が一緒だから応援しなきゃいけないっていうのはちょっと本当は筋が違うような気がしますけどね。なかなかあのそうなんですよあのお考えが本来は違うような方も、えー、含めてなっていくと、まあ、あとは小林さんはやはやと手を挙げたんですが、えー、小林さんの動向というのはこれは総裁選の中に最終的には影響してくるんでしょうか、うん いい意味でね、えー、でも小林さんのあの記者会見にいた二十四人が全員あの最後までねあの一緒に行くかはまた別の話でで僕は知る限りであそこにいないけど小林さんを絶対やるっていう人も他にいるんでね、えー、それはもうあの最後までわからないです本当に最後までわからないですこれあの長澤にお聞きしたいんですけど推薦人名前を出す かなり覚悟はいるじゃないですか。すね、あの当然勝つ側に入ればいいですが、うん、負ける側に入るということもあるわけですから。だからやっぱりまあ300人以上いる中で、推薦人に最初から女子、俺やるぞっていうふうに一回の表からあのベンチ入りする議員って全体の半分の1もいないですよね。そうですね。いないと思いますね。他は半分ぐらいは推薦人にはあまりかかわらないようにはい、はい。 しているのかなぁとやっはいで誰に入れるのって聞いてもまあ講演会には言うけれどまあ、最後まで誰にも言わない議員もまたいるしやっぱ総裁選の推薦人に名をつなる連ねるっていうのはものすごい覚悟いるんですよ。はいうん、あそれにそのまだ決めてない人もいます決めてない人もいる。はい、演説聞いてから決めるっていう人も結構います。はいはいうん これは派閥が解体されたことっていうのは影響あるんですかそれともあのね、はい、いい意味であると思います、はい、で情報が入らなくなってきてるです、はい、で私も政和権にいて、はい、で政和権がまあ事実上形上は、えー、ばらけてる状態になりますけども、はい、まあ僕ら若手中堅どころっていうのはやっぱり情報は派閥からもらっていたりやなんかする、はいはい、で派閥から指示が来ていたりやなんかすると、えー まあ前回はまあ早々に僕はまあ安倍さんから高橋君やるからねって言われたんでえまあ山田裕史さんと2人で最初入ってでも山田さんも世耕先生に了解取らなきゃいけないからでもその辺の段取りが全部で,できてあの1回の表の前ぐらいからブルペンからずっと入るっていうそういう話になったんですけど今派閥がないんでまあ,あるとしたら麻生さんのところ。 ええ、ただまあ麻生さんのところも一応その表向き自分の派閥の中にいるから河野さんを宿って言いつつ他の候補に投票しても構わないという構えですからねこれ実質的には自,、まあ、自由投票みたいなものなんですね麻生派のとある議員とこの間ちょっと話したら、うん、いや我が派閥もね河野太郎さんから有村春子さんまで幅が広いからね、はいはい、これ一本化なんていうのはやっぱちょっとやめてくれっていうような話を するからさあっていうようなお話をちょっと僕はお聞きして、まあ、これはもう最後の最後までただこれが面白いのは1回目の投票では自由投票だけど、うん、決選投票になったら派閥として固まろうという話になるんですよね。うんまあ、分かりやすいですね有村さんと河野太郎あるんですね。<笑><笑> うん、有村さんとここの田野さんだとだいぶ、うん、両輪があるだからい、はい、一本化は難しいっていうことをおっしゃられてましたねし、はい、た非常にわかりやすい。 22番もですけどお願いいたします、はい、自民党の石破茂元幹事長は地元の鳥取県の八頭町で9月の党総裁選への出馬を正式に表明しました38年間の政治生活の集大成としてこれを最後の戦いとして原点に戻り全身全霊で皆様に支持を求めていくと決意を述べました総裁選には5度目の挑戦となります 石破氏は多くの報道機関の世論調査で次の首相総裁にふさわしい政治家のトップとなり党内でも地方議員や党員・党友からの支持が厚い一方身内へも批判も辞さない政治信条を貫くことから国会議員の支持不足が課題となっているということです。はいあの まあこの政治信条をです、ね、後ろからテポを打つという言われ方もしてらっしゃいますね。で自民党の河野太郎デジタル賞は国会内で記者会見を開き自民党の総裁選への立候補を正式に表明しました河野氏はこの国を前に進めたい日本の将来のために今やらなければいけない改革をしっかりと進め本来日本の強みであった分厚い中間層をもう一度作っていくと述べました。 また派閥政治資金パーティー収入不規則問題に関連し、国民の信頼を回復するため不規則があった議員らに不規則額の返納を求める考えを示しています。はい、このお二人の、えー、動向につきましてどのように見ていらっしゃいますか、長尾さん。まあもう私は、はい、あの行為継承に関しての除刑をね、はい、もう認めてもいいようなあの雰囲気の発信をされる方という時点で。 大変失礼ながらもう全否定ですね一番大事なところだと思っていますので、まあ、それ以外、まあ、例えば河野さんがあの、えー、原発のリプレースのことに触れたその一点については評価をしたいと思いますけどもじゃあずーっと言い続けてくださいねということはこれからも言っていきたいと思うし、えー、まあやっぱり。 女系天皇はダメです。うん、それだけだ。おそらくその辺、が多分石破さんのアピールの仕方ですよね。やはり自民党の中を考えたら、やっぱり絶対ノーじゃないですか。この、これは答えも見えてるんです。まあ、自民党全員がどうかわからないですけどね。自民党の議員の中でも、失礼ながら。女系天皇と女性天皇の区別ついてない方、おられますからね。まあ、はい、はい、でも、これはね、本当、やっぱ石破さんの意固地な性格、出て、出てると思うんですね。はい、この石破さんのその女系天皇論は。 団結の道を探ってダメだったらそれも検討しなきゃいけないっていう意見なんですね。まあそういうことは他にもいると思うんです。だけど石破さんはそれそれを取り上げられたら意地のようにそこを言うんですよね。うんうんうん、そのあの私自身直接石破さんとお会いしてその件を確認したかったんです。で確認したところですねおっしゃる通りあのあくまでも団結なんだと。ただし本当に続くのかと。続かなかった。 場合の理論武装をしなきゃいけないんじゃないのかっていうところで女系天皇に触れたということに。に、はいうん、ね。あの,あの今ね、はい、もうすでに女系天皇。考える必要のない状態だっていうその。過去の洗礼をご存じないっていう時点でだめなんですよ。僕から言わせると洗礼あるんですよ。うんうん、それと同じことを。あの皇室天範のあの改正手続きを経て。やればいい。 今あのその旧皇族の男系男子からの養子縁組の話題ですね。まさに進んでいる時ですからね。はい、あのおっしゃる通り、まずはあの皇室典範を改正してえしっかりとまあどれだけ皇位を継承しうる方がいらっしゃるのかというところをの明確にしていくことは重要だと思うんですね。明確にで,で,きできてきてるんですよ。すよそれは、ええ、できてるんです。ではい、ええ。だから一なんですよ。一体言ったことを、ね、その取り消せないんですね。はい。 でそれと石破さんに印象的なのは安倍さんがまだご存命で元気なこにはね飲み会の席などでどうせ俺なんか鳥取に帰って鳥取県知事にでもなればいいんだとか愚痴ってた人ですからね鳥取県の皆さんが気の毒ですね本当にでもってね、うん、はい、えー、ではあの26番、はい、あの青山さんのあ,あえて青山さんの話題に入っ、はい はい、自民党の青山茂春参議院議員が自民党総裁選に改めて出馬の意向を表明しました出馬に必要な推薦人20人の確保について強烈な引き剥がしが起きたと明かしつつも政策として消費税の減税を上げ財務省と対峙する姿勢を強調しています青山氏は党員獲得数が2021年から23年の3年連続で1位を誇ります 記者会見では総裁選では別の選択肢があることをお示ししたい個人の野心、野望ではなく国家、国民のために総裁選に出ると出馬の理由を語っています、はい、あの青山さん参議院とかつて今まで総,理は総裁にはなっていないと。えーん 参議院ご出身の参議院からも、はいね、なっていないということですね。立候補者は過去にね、ねはい、林さん、はい、林さんがなられました、ね。え、はい、なっていないということの中で、まあ実際にあの参議院っていうことになると、まあ衆議院を解散してもご本人は残るというようなことになるんですけど、それも含めこのどうな青山さんの立候補の動向というのはこれからどう影響して、まあ,あ青山さんが多くのえ当、ー、院の ご支持を受けられる立場にある受けやすい立場にあるということを聞いておりますがその辺はどううなんでしょう3年連続党院それもぶっちぎりで数言っちゃいけないって話なんで、えー、なのにこれメディアがその党院の数を評価しないで青山さんの報道しないというのはいただそれだけ、はい、まずは第,第一義的にはあのだって。 去年の11月からずっと青山さん出馬するするって言ってるんですよいろんなところで、えー。言ってるのにそれを客観的な情報を伝えないということは明らかにおかしいということですね。であとまあ20人、えー、引き剥がしがある云々というのは青山さんの陣営に限らずどこの陣営だってもう引き剥がされ。 これはもう日常ですから総裁選になればこれはもうそれぞれの陣営があの国会議員の皆さんの,、えーまああの一つの絶対乗り越えなきゃいけない20人というのは、まあ、僕ら、在野があのとやかく言う話ではないわけでだけどやっぱり報道されないっていうのはやっぱりおかしいし自民党ももうちょっと抗議してもいいんじゃないかなと思うんですよ自民党が。はい だって、当員3年連続ナンバーワンですよ、はい。ですね、確かにあの違和感ありますよね、違和感ありますよただこれね、はい、やっぱり事情の一つは、ですね青山さん、自分のメルマガとか、その他では、ですねいろいろ発信されてたのかもしれませんけど、いわゆる普通の平場というか、われわれの目に留まる場所では、あんまりされてないんじゃないですか。というの一つと、もう一つ、3年前の総裁選の時に。 私は青山さんが立候補の意思があるっていうことを、まあ、ある人から聞いてまさに文化人放送局で「青山さんも出るらしいですけど」って言ったら「はい、まあ青山さん自身からね自分に直接当たってないのに」って言って、まあ、叱られたわけですけども、うん、それ余計書きにくくななりました、ねはい、るほどね、はいまあ、確かにですね青山さん、えー、個性ある方ですしねまあ超人ですから、ねはいえー、超越したところはあのまああのただ青山さんの支持のこの 党員の方の動向というのがです、ね、もしも青山さんが20人揃わなかったりした場合にはかなり影響もうですね選挙に向かって動き出しているとなると影響を与えてくることころだと思うので,で青山さんの今後の動きというのは,は、まあ、青山さんに限らずね、はい、党員20人集まるか集まらないかっていうのが一番大事な問題なんではい、はい、だから9月の12日にこの人たちが候補者って決まった時点でさあ 誰々の党員票はどこに行くんかっていうような、まあ、分析がようやく始められるってい、はい、それと推薦人名簿を見てね、うん、あこの人はこのお墓を何人借りてるなとかそれ分かりますからそこからですねそうですねあのその名簿は出た段階で非常にまたそれはご説明いただきたい,いま、はい、これまではします。よこれから先が非常に、まあ 自民党総裁選というのは、公選法とも関わりがない、露骨なむき出しの権力闘争なんで。はい、まあ、実際何でもありですよね。はい。では、2番、7番、畔蒜さんの。はい。では、畔蒜さんの文化人版極限5面です。え、タイトルが、政策秘書が描く安倍元首相。存命なら、大きく変わっていた政界の風景。自民総裁選の構図と題して書かれています。 安倍晋三元首相の政策秘書を務めた西山武氏の近く発売される新著、安倍総理と政策秘書を一足早く手に入れた。早速読み進めると西山氏は前回令和3年9月の自民党総裁選後の安倍氏の言動を引き、再三登板を意識していたとしている。 実際に西山氏に対してこう語ったともあるというこれから日本を取り巻く情勢は厳しい政治の世界は何が起きるかわからない自分から手を挙げるわけではないが皆に押されれば逃げるわけにはいかないだろうとはいあの安倍さんの暗殺事件というのは国民には今も傷を残していることだと思うんですが畔蒜さんこの話題に。えーはい あのこれ、正直言って私の見立てではトランプさんの再選もありえますからこの総裁選安倍さんご存命だったらもう安倍さんでかまとまってたと思いますね、ほとんど、うんえー、岸田さんがまあ降りたかどうかっていうそういう問題がありますけどもでそのご本人も,もうその意思があったっていうのはもう明明白々だというふうに思っています。 またあのこの、ね、安倍さんだけじゃなくていろんな方がこの時期亡くなったんです JR の笠井さん東海のはいはい、ね、笠西さん,ん、ねはい、笠西さ,さんはやっぱり安倍さんに対するアドバイザーでもあって、はい、笠西さんは安倍さんに対して、えー、次よりはその自分からは手を挙げるなと人から壊れる形でぜひやってくれみたいなことも言われたって話も聞いたことがありますし、えー、まあねそういうふうに。えー 一つの暗殺事件というものでですね、まあ、国家の在り方命運も含めて世の中がとと変わるんだなということをしみじみじ思います、まあ、この西山さんという秘書さんは元毎日新聞の記者さんで、えー、お父さんの慎太郎さんの代からずっと付き合いのある方なんですけどねまあ同じ思いの人がたくさんいるだろうなと思います確かにあの暗殺事件をですね 風化させていいわけないわけですよねいま、うん、だにあの国民の中ではもうほとんどの国民かって言っていいぐらい納得できてないと思うんです中尾さんこの一か月この暗殺事件振り返るとまた多分中尾さん涙ができてしまうかもしれませんあ、まあ、ほとんどの国民はねもしかすると忘れちゃってる可能性の方が僕は強いような気がする、うんはい、まあ僕ら思いがあるのでそう信じたい けれども客観的に見ると、まあ、一番多いのはまあこれはねあの他の番組で皆さんやられてるけどもあの安倍さん、まあ、右からあの頸部から打たれて心臓損傷というふうにお医者さんは言ってるだけれども警察は左、えー、上腕から鎖骨下動脈の失血死だって言ってるってどっちなのっていうことが当時一瞬、うんはい、言ってること違うじゃない。 っていう疑問符が報道されなくなっちゃったもんだからみんな忘れちゃった。だから何度も何度も僕らはそれを言わなきゃいけないそういうことなんだろうとあの思いますよね。ですからあのモニュメントも作らないえ慰霊碑も。 作らない、えー、台湾にはあるけれどみたいな、まあ、なんとかして慰霊碑も作りたいと思うし絶対風化させちゃいけないわけで広島、長崎に米国によって原爆を落とされたあの悲惨な事件だからこそ残さなきゃいけないと同じようにです、ね、悲惨だからこそ残さなきゃいけないと。はいはい いいいうようよななねあの運動は続けていきたいなてでまあ、僕ねこれアビルさんがね紹介されたこの著書はね僕は多分ねまだ読む気にはなれないな多分ね悔しくて悔しくてもうあの普通の精神状態では入れなくなりそうな部分なんで勝、はい、って、うん、そうね心が落ち着いたら読むかないやもう絶対、うん、絶対再々登板ねあったはずなんですよ。はいはい もうそれをね、こうイメージするだけでもう僕はね、あの全身のこのなんかあの細胞がね、あの溶けてしまうような気がするんでね、うん、ちょっとしばらく読まない。おそらく安倍さんがまだご存命だり <laughs> 今回三回目の登板ということになると、これ世界情勢すら変わってくるという可能性が高かったと思うんですね。いや絶対あのおっしゃる通りですよ。 世界にものを言える政治家であったと、うん、だからそれがかなわないと思うから、うん、もうちょっとあの冷静を保てない感じがするんであの保守系論壇にとっては葛西さん安倍さんというのは本当に支援者であって、まあ、またあの指導してあったら田久保先生はじめですねかなり貴重な方々がこの数年内にお亡くなりになれてしまったので新しい <laughs> まあ保守系論 論談はしっかりとしていかなければいけないところだと思うんですがその新しい考え方の中でももう少し保守系の議員さんたちもしっかりしていただきたいなと思うところでございます、うんえー、ではどの話題がですかね何か名古さん触れておきたいような話題ございますか、うん、えじゃあ空白区などはいかがでしょう、はい、空白区28番です ねえー、自民党が国政選挙の空白区の対応に苦慮しています、えー、派閥パーティー収入不記載事件などで所属議員の離党や引退表明が相次いだことが原因ですが離党した議員が出馬を目指す選挙区に自民候補を立てれば保守分裂で不利になる上擁立を見送れば事件に関わった議員への配慮と見られかねません。衆院選が9月のそ 総裁選直後に想定され、参院選も1年以内に迫る中、党本部は焦りの色を黒,黒くし濃くしています。ということですはい、えー、な空白句、悲しい話ですよね。あのやっぱりあの、うん、選挙をやらないっていうことは、これもうあの統制拡大の真逆をいくっていうことですので、はいえー、まあ選挙は勝たなきゃいけないわけですけども。 まあ仮にですよ非常に劣勢であったとしても立候補する選挙をやるこういうことが一瞬でも止まればもうあの地元はどん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 あの変化していきますんでねここはもう一つねあのまあ まあまあ、一番言いやすいのはい池田議員は近しい人間なんであえて言っちゃいますけど、はい、彼の後を例えば誰かが引き継ぐって大変だと思うんですよ、はいえー、それでもやっぱり、ね、誰かに出てほしい、えー、そうでないと地元の県議会議員市議会議員の方から、ね、苦しい選挙だけど池田のなとやろうというような方に出てほしいですね。はいはい 本当にどっかから落下山をね本来の選挙の意味を考えますとやはり政権与党が候補者を立てて議論を展開していかないと主張を展開していかないと話にならないと思うんですけどねこれは逆に言うと立てないということは選挙民に対する選択肢を政権が放棄してしまうというのは私は 非常に有識事態だと思うんですあの恥ずかしながらその悪いお手本を見せたのは私が所属している大阪府連だったわけですよ、はい、つまり知事選大阪市長選挙これに候補者出せない、はい、出せなくてじゃあ挙句の果てに誰を出しましたかって話ですよ、はい、もう知事選も市,市長選挙も完全にもうほとんど左磨きの候補者出して誰が応援するかって話ですよ。愛する大阪のために、はい ね、僕らに一生懸命大阪愛を語ってくださった府議会議員、市議会議員、町議会議員の皆さんの中から候補者出せないのかよと、はい、まあただ私、その時に残念ながらあの大阪府連の役員を全部降りていたのでね、えーまあ、そういうあの発言が伝わったかどうか分かりませんけど、んんね、体張って出ろよと言っても、結局出なかったこれが当たり前のようになってしまって、ええ、東京都も非常に強いで,ですよ 中途半端になってしまうですね、うんえー、こんな、ま、東京都、ねはい、連の,あの現状を知らないのでね、はいはい、私はあの無責任な言い方になりますけれども安倍さんこういうのは当分続いてしまうんでしょうかまあ今自民党ずっと元気ないですからね、はい、ただし新総裁の下でまた、まあ、波っていうか風が変わるかもしれませんけど、はいはい、変わってもらわないとですね政策論争が展開できない。<laughs> そうですね、やっぱり有権者に選択肢を与える義務がありますようおっしゃる通りだと思うんですよ、やはり与党である、政権党である以上は選択肢としてちゃんと現政権を支持するというの気持ちの方が多いわけですから、うん、それの受け皿がないというのは非常に悲しいと言いますか、すね、事態だと思います。はい、で,あのでは少し、えー、これ、長尾さんにいろいろ聞いてみたいのは31番。はい 兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などが文書で告発された問題をめぐり23日に行われた県議会調査特別委員会の証人尋問では出席した県職員から。 斉藤氏の対応について腹立たしい、勘可できないといった批判の声が上がりました。斉藤氏がパワハラを否定したことに正直腹立たしい。なんでそういうことを言うのという思いだと証言。疑惑についての説明が変遷しているとして似てたなと思ったとも打ち明けたということです。まああの行動だけあるよあの情報だけ見ていると斉藤さんかなり厳しい状況ですね。だただあの先ほどちょっと控え室でお話聞いたら役に あのあの行政官だった時は、そこそこしっかりした能力を持ってたううなからこれも一般論ですけどね、はいはい、知事になると急にあの、はい、表現する方いらっしゃるんで、残念ながら一人だったのかなという感じがしますよ、ねはいで、これも一刻も早くやめたほうがいいですよ、えー、どう考えだって、もう議会は無理でしょう、無理ですね誰も言うこと聞かないですよ。はい、何ににここんなにこだわるのかっていう部分で、はいはい でまあ、正直あのこの斉藤知事に置かれては維新のイメージが強いですけども自民党も実は推薦して知事になってるんです、うん、ですから今県連会長は末松さんですかね前の,あの文部科学大臣、はいえー、参議院の予算委員長やられていたかな、はい、今何やられてるか分かんないですけど末松先生はもう早々にもとにかくあの議員辞職、うん、知事辞職、はいはい すべきだということをあの主張されていらっしゃったんでね。うん、まあ、あとはもうあの本人の判断によるところしかないと思いますよ。これ、アビルさん、このまま斉藤さん逃げ切るような。確かに人気はそんなにもないんですよね。はい、だから、それまあ、逃げ切るって言っていいのかどうかわかりませんけど、そこまでやろうとするのかもしれませんね。はいはい、でも、いずれにしても、再生はされないですよ。 あの今維新の話が出たところで33番はい、ね、任期満了に伴い25日に投開票された大阪府の箕面市長選で地域政党大阪維新の会後任の現職 上島和彦氏が落選したことを受け維新の吉村博文代表は26日現職の敗北は我々の力不足範囲をきちんと分析し対策を取っていきたいと述べました維新は府内の選挙で公認候補の落選や候補者が擁立できないケースが続いていますはい、えー、おそらく万博とも絡めてかなり維新厳しくなっているように思うんですけれど、うん、名尾さん まあそうですね。ねただねここはねやっぱりあの今回当選した原田良新市長あの府議の時にねな,んかなかなかの若手のね、はい、あの新進系ででもこの間の、はいえー、統一であの落選してしまったんですけどもなかなかあのこうあの若いのにあの骨のある、はいえー、はっきりと物を言う、えー、あの市長が誕生したんでねあの、はい、原田亮候補の 力がやっぱり強かったってのはあると思う、はいえー、あんまりあのなんていうかあの維新があ万博のことでというよりか僕は原田良という候補者があの現職に比べて、えー、突出してまあほぼダバルダブルスコアですんでね、えー、なかなかこれが報道のなっあの <laughs> この切り抜きや切り抜きなのかもしれないんですが原田さんが勝ったということを前面に出すよりも維新が負けたというのが話題になってしまうそうですね、ええ、あの維新がおっしゃる通りですね、えー、だから原田、えー、新市長っいうのは本当に素晴らしいあの候補だしだってあの河内長野の西野新市長も実はあそこではブチギリ強いんですよ、えー、維新が劣勢になったからじゃなくて自民党の,その候補者、えー あの、が、やっぱり、二種の主張も、原田主張も、僕よく存じ上げてます。はい、あの、素晴らしい、あの候補者だったんで。それで当選したという見方が、僕は正しいと思っていて、維新が。ちょっとこう、あの、勢力が衰えたって、僕はまだ、見るのには早いような気がする。いや、同調アビルさん、見方としては、これは維新、まだ。 まあ正直言ってこの大阪の市町村レベルの話は私はちょっとですねあまり詳しくないので,でいいかげんなことを言いたくないんですがうん今の長尾さんの話だと個人の力の要素が大きいそうですただ中央を見ていても維新最近ちょっと目立つようなことはないですよねまあやっぱり少し作戦考えないといけないんじゃないでしょうかね、はい、あのただこの箕面市はです、ね、可能性のある市じゃないですか。 実は非常に財政的にもですね実はここはあの日本大団モーターボートの収益もかなり入っていてですね住之江協定はねなぜか住之江にあるのに箕面市でね笹川良平さんのね亮一の笹川一さんが出身地なんですねはいでは今日のアンケートではアンケートの結果発表です最も頭にた今週のニュース 笑えました。笑えましたね。N.H.K. の不適切発言問題31%。二番一緒だ。そうですね。中国軍機が領空侵犯31%。そして備中軍団日中疑念報酬24%。河野太郎総裁選にのこのこ出馬が12%ということで1249票の方からアンケートいただきました。ありがとうございます。<laughs> はい。やはりあの国民は中国に対して怒ってるぞと。怒、うん、あのしっかりとこれを受け止めて。えー 中国好きの議員の方々も対応していただきたいともっとしっかりと物を言って帰ってきていただけたらなと思います